だから神髄は含まれてても、本当に大事なそのご訪問のことは、たった一人にしかやっぱり言いませんね。だって会社でそうでしょ。言われてるんですね、本当に立派な会社の社長が、ね、後継者を選ぶとなったら、な何人も選びますか。やっぱり本当に、ね、会社という法人は社会のためにということで、それをね、自分以上に育て上げる後継者を選ぶわけでしょ。逆に言うと、大商人が言われてないことを大商人の仏法だって言ってるわけですよ。何ですか。だからご本尊の書写の仕方とか、そういう形式が大商人ははっきりと言われてます。そんなこと言うわけないじゃないですか。そうすると大商人が言われてないんですよ。私だって、うちの商売でもって、ね、やたらね、よそに持ったら随分ね、真似されてきたけど。ね、自分たちの宗派の第一尊厳の宗門第一尊厳の権威だというふうに、つまり権威なんですよ。やっぱり第一尊厳とは言っても権威なんですよ。でそれは大商人のお言葉から推測をするしかないエリアなんです。だからさっきの二世札の話だ、それをやっぱりローカル推測するのはね、だからないという事実をそのまま受け止めればいいのに、推測していろんなルールを作って学会に論難しているのは宗門ですよということです。私が言っているのは、そういうことで、その論難の内容の中に戒厳であったり、例えば本体をこういうふうに、ね、伸ばしているとかって、伸ばしてませんからね、これ全然。これね、この写真見た人ね、これ相当古い写真ですからね。昭和30年代とか40年代の写真をコピーして正しい画像が得られるわけがないんですよ。比較する元は写真ですから、相当古い、それコピーしてますから、これは全然本体を変えてるっていうのは全然変えてます。これよく見るとこう点々とかがなってる、これアナログコピーの典型的な症状ですから、古い写真を、ね、変えると変えるとかの、ね、問題じゃなくて、変えてるとやはり日蓮召集っていうのがね、やっぱり仏さんの仏法っていうのは死で相対っていうのは、これも根本ですよね。お釈迦様の時代からもずっとね、これは死で相対っていうのは、真はすなわち、もうこれが仏法でしょう。真はすなわち死の道上手ですよ。この道がずっと正しくこう来てるわけでしょう。だからそれが、創価学会はね、それが違うってわけですか。そうそう、創価学会は、大商人直結って言ってる、だから直結ってね、そこが直結が正しいのか間違いなのかっていうのは一つの議論ではあります、ただ今ご本尊のね話をしているので、その戒厳ということ、あるいはその本体を伸ばしている、あるいは授与書きで、こういう授与書きとかっていうのは、その歴史的な文献とかを見るとね、授与書きはね、後で付け足されてたりしたものもあるし、日光上人のね、ご本尊、私むちゃくちゃ言うけどいいですか。ちょっと授与書きだから、そのことに関してむちゃくちゃ言いますけど、はっきり言ってそんなことはどうでもいいわけですよ。そうだよ、どうでもいいことを、ね、要は認可がね、正しくあるかないかということが大事だ。そうするとやっぱり最後決めくるんだよ。そうだ、だってお地図の持ち方一つにさって、私が昭和52年にまだ創価学会がね、本当にまとも、まあ我々が言うまともな頃ね、お地図の持ち方から何かっていうのはね、誰が教えてくれた。いや、いいですよ。だからそのお地図の持ち方とかそういうのは、もう全てにわたって、ね、じゃあ日本の真珠という意味で、その真珠するために神道の方々がどうやれば真珠するような、その、ね、心持ちになれるかっていうところから、それぞれの団体で権威というものを定めればいいだけですから、大商人が数珠の持ち方をこっちにしろこっちにしろって言われてないから、言われてない事実をそのまま受け止めればいい。ということは念仏の丸珠、寺珠でもいいわけだ。だから数珠自体を大商人、例えば数珠一つ取ってみればいいわけです。大商人さんもおっしゃってないから、言われてないという事実を受け止めればいいです。でそれはということは、やっぱり結論から言うと、本尊も別に何でもいいわけだ、私書いてもいいわけだ。いや、ならないんですよ。でそれなぜかというと、宗門ではその例えば戒厳であったり、さまざまな、ね、ルール決めによって、ご本尊大事なんですよってやってるけど、学会は事実として自分でコピーをするということをしない、ということは、でも学会の立場戒律としてね、権威の戒律として自分たちでご本尊の大切さを認識して、自ら戒律を守る主張なんで決める必要がないんですよ。
そういうことなんですよ、ね、勝手に私も不勉強ですけどね、何でもね、ルールを、ね、心をね、ルールで縛るんじゃないんです、心の死となってもね、心を死とせざれと、勝手に、はっきり言って勝手な言い草としか思えない。違うんですよ、大将には言われてないことだからですよ。言われてないことは、それぞれの団体がルールを決めればいいんです、その信仰をね、深めるために。そういうことだから言ってるのは、私は身延のね、実家が、じゃあ身延のね、本尊持ってきてね、昔学会は小樽問答で散々身延をね、あれしましたけど、身延の本尊持ってきてね、やっぱりもう体裁いいじゃないですか、ね、それでいいんですか。いや、それは持ってくる信心、だって私は信心で、これはもううちのね、少子のあのご本尊様より格好がいいから、例えばね、ご方がいいっつって、これは大聖人様に必ず通じるんだっていう、その積世の念を持って唱えればいいわけですから。大聖人のことをね、本仏と見れなかった団体にのこのこ行く、その信心が方法だってことですよ。だからご本尊と信心ということを切り離して、本尊が本物で、でそっちはそっちで、だって団体に組んでるわね、はい、例えば、はいはい。